皆さん、こんにちは。遠藤保仁さんといえば、日本代表として150試合以上に出場したサッカー選手です。2009年にはアジア年間最優秀選手を、2014年には J リーグ MVP を獲得するなど、日本のサッカーを語るのに外すことのできない選手です。2001年から所属するガンバ大阪では、リーグ優勝、天皇杯優勝など輝かしい戦績で、2014年にはリーグ優勝、ナビスコカップ優勝、天皇杯優勝の3冠を成し遂げる原動力となりました。今回はそんな遠藤保仁さんの不倫疑惑について、40歳で移籍を決意した理由、年俸推移について見ていきたいと思います。2004年週刊誌によって個室密会していたとして不倫が報道された遠藤保仁さんと青木愛さん、ゆったりと落ち着いた雰囲気のもつ鍋店のVIPルームで飲み会を開いていたそうです。遠藤保仁さんと青木愛さんだけではなく、武井壮さんなど8人が参加していたんだとか。夜9時から始まり、深夜12時過ぎにお開きとなったようですが、遠藤保仁さんと青木愛さんは最後まで残って一向に帰る気配がなかったそうですよ。そして遠藤保仁さんと青木愛さんは2人きりで再び店の中へと戻っていったそうです。閉店時間の午前3時を過ぎても出てこず、その2時間後の午前5時過ぎにタクシーが止まり、遠藤保仁さんと青木愛さんは別々の方向に帰っていたと報道されています。青木愛さんは独身ですが、遠藤保仁さんは2男2女の子を持つパパでもあります。つまり妻子持ちである遠藤保仁さんですので、真相が報道された通りとなると不倫ということになってしまいますね。2003年に高校時代から付き合っていた一般女性と結婚された遠藤保仁さん。遠征が多く家を空けることも多い遠藤保仁さんを支えながら4人の子供を立派に育てており、仲の良い夫婦関係だと言われていました。ただ遠藤保仁さんの知名度が上がり、遠藤保仁さんがモテるようになり、不倫報道がされたようです。そんな遠藤保仁さんと青木愛さんが2人きりの個室で一体何があったのか、不倫疑惑の真相は残念ながら謎のままのようです。遠藤保仁さんと青木愛さんとの不倫疑惑の真相は謎に包まれているため、遠藤保仁さんの嫁のキミコさんが許したのか情報を得ることができませんでした。ただ現在も遠藤保仁さんと嫁のキミコさんは結婚生活を続けていることから、許したという結果であると言えるのかもしれません。ということで、そんな遠藤保仁さんの嫁のキミコさんについて分かっている情報をまとめてみたいと思います。先ほども紹介した通り、遠藤保仁さんと嫁のキミコさんは高校時代から付き合っていたそうです。そして遠藤保仁さんの嫁は43歳または44歳ではないかと思われます。高校時代、遠藤保仁さんの嫁のキミコさんはサッカー部のマネージャーをされていて、付き合いが始まったんだそうですよ。また遠藤保仁さんの嫁のキミコさんはとても美人だそうで、モデルをしていた時期もあるんだとか。遠藤保仁さんと嫁のキミコさんの間には4人の子供がいます。遠藤保仁さんと嫁のキミコさんの子供の男の子2人は、遠藤保仁さんの名前にある漢字の仁が入っているようですね。そんな遠藤保仁さんと嫁のキミコさんの子供の長男が幼い頃は、昔の遠藤保仁さんの少年の頃よりサッカーが上手だと言われていたそうですよ。次は40歳で移籍した理由について見ていきたいと思います。日本代表歴代最多キャップ数の152試合を誇る遠藤保仁さんが J2 ジュビロ磐田にレンタル移籍するというショッキングなニュースが飛び込んできました。磐田は1年での J1 復帰を掲げながら、23節終了時点で12位と低迷、成績不振を理由にフェルナンド・フベロ監督を解任しました。2000年代前半の黄金期を指揮した鈴木誠一強化本部長を監督に抜擢し、さらに遠藤保仁さんを加えて後半戦にテコ入れを図るというのです。1年前には今野康之さんがガンバから磐田という同ルートで移籍していたこともあり、遠藤保仁さんに白羽の矢が立つのも不思議ではないです。とはいえ、遠藤保仁さん自身が2001年から20シーズンを過ごしてきた愛着のあるガンバを出るというのは思い切った決断に他ならないですよね。報道を受けて多くのサポーターから、受け入れられへん、ガンバ以外のやっとは想像できないといった多種多様な反応が見られました。20年という長きにわたって青黒のユニフォームを身にまとった以上、
新たな環境に赴くのは勇気のいることですが、真のプロフェッションである遠藤康人さんはドライに割り切りました。そこは浦和の男で終わった鈴木啓太さん、鹿島の男で終わった小笠原光雄さんや内田篤人さんとは異なるように映ります。彼の場合、1998年に横浜フリューゲルス入りし、京都サンガを経てガンバに赴いた経歴もあって、ガンバの男では終わらないというやっと流の生き方を選んだというわけです。もう一つの原動力は黄金世代の仲間たちへのライバル意識ではないでしょうか。すでに小笠原光雄さんや中田浩二さんらは引退しましたが、終盤でしのぎを削ってきた小野伸二さんや名本純一さんはカテゴリーを落としてもプレーを続行。本山雅史さんも現時点では北九州の実家の魚屋を手伝いながらトレーニングを続け、復帰の道を模索しています。苦なき向上心を持つ同世代の面々に囲まれていたら、自分はこのまま終わってはいけないという危機感が日に日に高まってくるのもよくわかります。それはすでに一線を退いた坂東龍二さんらも口癖のように言っていたことです。永井健介さんも、年齢を重ねれば重ねるほどサッカーへの情熱が強くなるとしみじみ語っていました。こうした感情は黄金世代に通じる部分かもしれないですね。次は遠藤康人さんの年俸推移を見ていきたいと思います。1998年高校卒業して間もない18歳のルーキー遠藤康人さんは横浜フリューゲルスに加入しました。この頃の年俸は340万円。ファーストゲームから鉄人の匂いを漂わせ、抑揚とテンポの攻撃転調はその頃からの変わらぬ持ち味です。周囲の人は皆18歳のルーキーに対して、やっとはすごいと口を揃えて褒め、その凄さは次第に日本中に知れ渡ります。ルーキーデビュー戦から大観衆の中で涼しい顔をしてプレーをしていました。緊張や気負いはなかったのでしょうか。後に本人にデビュー戦の時の心境を尋ねると、日本代表レベルの選手と同じピッチに立って試合できることや、花火が上がったり大観衆ですごく華やかな舞台に対して、 J リーグってすごいとただただ楽しんでプレーしていたといいます。遠藤康人さんがデビュー当時からプレッシャーを感じることなく楽しんでプレーできたのは、やはり技術がしっかりしていたからです。何気ない感じでプレーしながら一瞬の隙をついて鋭いパスを出します。そして肝っ玉が座っていて、状況をよく見ていてよくわかっている。それが遠藤康人さんの凄さなのです。横浜フリューゲルスに入団後1年でクラブが消滅。その後1999年に入団したのが京都パープルサンガです。この頃の年俸は800から1200万円。同時期にチームに所属していた選手はキングカズこと三浦和義さんやパクチソンです。素晴らしい選手が揃っているにもかかわらず勝てずに苦しんだ時代でもあります。2001年ガンバ大阪に移籍した遠藤康人さんは20年以上在籍し、中心的選手として活躍し続けています。移籍時は年俸3000万円。2005年にクラブ初となる J1 リーグ制覇に貢献し、2008年には AFC チャンピオンズリーグ優勝も達成。2009年には年俸1億円超えとなりました。クラブに数多くのタイトルをもたらし、ガンバ大阪のレジェンド的存在となったのです。個人的記録も多く、中でも J1 通算出場試合数歴代最多記録は単独トップです。ほとんど休みなくピッチに立ち続けていたことになります。さりげないプレーの中から繰り出す鋭いパスが持ち味で、司令塔であるがゆえに一見運動量が少なく見えがちですが、すごいスタミナの持ち主であることが出場試合数からもわかります。年俸最高額は2015年の1億8000万円です。数々の歴代タイトルと記録を打ち立ててきた遠藤康人さんは2020年ジュビロ磐田へ2021年1月31日期限での移籍となりました。その後1年期限延長となり、現在の年俸は1億円です。通算出場試合数最多の記録を持つ遠藤康人さんは、試合に出たい、勝ちたい、サッカーを楽しみたいという気持ちを常に持ち続けているのです。そのモットーを貫く形となった今回の移籍は大変な決断であり、周囲の反響も大きいものでした。しかしながら、長年在籍し愛着あるガンバ大阪に感謝する気持ちを大いに持っています。そしてジュビロ磐田を J1 に昇格させるという目標を持ち、
レギュラー争いを楽しみたいと公言し、常にポジティブな遠藤康人さんらしい展開となっているのです。いかがだったでしょうか。今回は遠藤康人さんについて深掘りしてきました。40歳にして慣れ親しんだガンバ大阪から移籍を決意した遠藤康人さん、その決意に皆驚いたでしょうね。遠藤康人さんの今後の活躍にも期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。